最後はちゃんとフグ屋さんでね、フグ屋貸し切りにしてもらって、あとお土産屋ね、お土産屋突破的に多いです。そうですね、はい、明太子とか、明太子に限らず、はい、僕のあの息のかかった飲食店いっぱいありますからね、人手と人学びはい、まあ、すいません、そこもすいません、その代わりも漫才とはもうおざなりですから、僕らおもてなしが済んでたら大変ですよさあ、そして公演内容は、はい、大体2時間ぐらいで予定では、はい、順番もそういうことなのかな、毎日やって、サンゴがやって、マジバクやって、はい、全員ネタやってから、はい、コーナーみたいなやって、約2時間みたいな、そういうね、何分やっぱり15分から20分でいいよって言うんですけど、はい、まずサンドウィッチマンが、うん、この間何分だっけ、36分、でない人がない、僕ら30分です、それでもう1時間超えてるやん、2人だけ、はい、僕ら出る頃にはもう台本ではエンディングってなってます、ね、予定ではそれでもすごいですね、お客さんが、うん、そうですね、ててもうあと 2,3 時間やるとって伊達ちゃんがいた時に、やったーってなるんですよ、やってやってですね、うん、はい、あのサンゴさんはもう絶対長くなるのが、うん、小島さんっていう、はい、常連のお客さんを、うん、はい、まあ、いじって、うん、立たせて、うん、はい、小島さんここにも来てるよね、田辺さんとかも全部来てますね今コロナ禍だから、まあ、マスクして来るんですけど、マスク7枚で耳取れそうなってる